疲れ様です。2月14日水曜日朝6時15分の相場解説になります。昨日22時30分に CPI の発表がありまして、大きく上の方にガーンと突き上げてしまいましたね。これですね。緩やかに下落に向かっている途中で大きくダーンとね、材料が入りましたので、昨日深追いをするのも22時までということだったわけですけども、私の場合は22時でね、辛くも離脱できまして、まあちょっとね、含み損出ましたけども、含み損が損になったんですけども、まあそんなに小傷だったかなというところでございます。で、多くの方もポジションを残したまんま残業された方も、22時30分はね、この市場の、こういった投資家の動向とは関係なく、まあドルに価値がついて円に価値がつかなかったというね、ドル高円安によるこの値動きですから、これは避けがたい要線だったかなと思います。結局ね、これはテクニカルとは関係ない方向にドーンと突き上げたってことになりますけどもね。今日はここからもうすでに介入水域入ってますからね。ここが介入水域ですからね。もうドハマりしたわけですよ。まあですんで、それを受けて、財務省ですとか日銀の発表が今日ね、朝9時前後、遅くても午前中にあるんじゃないかなと思いますけども、何か口先介入でもあればね、ドカンと下がっていくことになると思いますので、それも一つ狙い目になるかもしれません。そうでなくても、介入の警戒感というのは当然、投資家さんの方にありますんでね。早々に利確をして、相対的にドルっていうのが下がっていく。つまりは、この図で見るとセルの方向に動くっていうことが考えられます。それがまあ、結果的に半値戻しになるかなっていうところですけどね。では次の図を見てみましょう。4時間です。大きく上に突き上げたところが見ても取れますね。昨日はだからこういうふうに緩やかに下落していくところだったんですけども、材料が入ってズバンと上に上がったって形になります。ちょうどね、22時にね判断しましたけども、22時半を過ぎていくとこの上昇に巻き込まれたっていうところになるかもしれません。まあこのヒゲ先で、ね、離脱できた方は、まあ本当に一番良かったと思いますけども、そんなにタイミングのいいことはありませんから。ですんで、材料の直前ね、今週は火曜日の22時30分の CPI が唯一の材料と言ってもいいぐらいだったことは前々からお話した通りだったんですけども、そこにやっぱりね、ポジションを残さないことっていうのは最低限テクニカルで勝負する人の、まあ、予備能力として求められているところかなと思います。じゃあ今日はどうするんだってことになります。今日はどうしましょうか。はい、まあ今日はね、セルの方で取れるんじゃないかなと思いますけども、とりあえずは日銀なり、それから財務省ですか、こちらの方に何か報道がないか、朝9時前後までは様子を見ます。その後で、値動きを確認しながら、さらに12時前後まで待つかどうかですよね。まあでも、深夜にこの動きがあったってことは、朝何らかの、発言が、やっぱりあると思いますけどね。はい、ということでこれ、値段が上がりすぎたんで、多分ね、下の方向に行く力が、まあ今日とか明日とか働くと思います。それを待ってそれに乗るようにしましょうか。はい。じゃあ本日は以上です。あ、本日じゃないや。また FX オリガルヒの皆さんは後ほど放送でお会いしましょう。アメリカの消費者物価指数が1月 3.1% 上昇ということで、市場予想を上回っております。まあこれがドル円の市場にもかなり影響を出しているみたいですね。まあつまり、昨日火曜日の夜にありました22時30分からの CPI ですね。これが上昇率 3.1% で、前月の 3.4% から鈍化したんではありますが、市場予想の 2.9% 上回ったということでね。まあ、アメリカのインフレってのが落ち着いたと思ったんですけども、まだ続いてるかなというところでございます。アメリカの利下げってのは結局行わない方針といいますかね、まだちょっと不透明な部分がありますので、昨年の予想とは違ってですね、まあ、いきなり利下げってのが起きないってことにも起因してると思います。まあアメリカがね、景気がいいのは、まあよろしいことなんですけども、日本の景気が悪いですからね。まあそうなるとドル円相対的に円安ってことになると思います。